少し雨降ってるけど、今日は琵琶湖にやってきたわ。はい、寒くなってきたね。私は大蔵よ。ここはね、私ん家から一番近い琵琶湖っていうのかしら。新彦猫、約ね、25年ぶりぐらいにね、ここ来たわ。やっぱりね、前と全然違うわ。この間、久々にヘビキャルやったじゃない？楽しかったのよ。やっぱね、ヘビキャル楽しいわってことでね、今日はね、ちょっとヘビキャルの練習も、勘取り戻すためにね、練習しに来たのよ。それでね、一応、新彦猫、最近の新彦猫のね、釣果調べてみたらね、コバスがたくさん釣れてるっていうのよ。一応ね、ベイトフィネスタックルも持ってね、やってみるわ。まあ、とりあえず一本釣ってからヘビキャロやりましょうってことで、ベイトフィネスタックルから始めるわよ。とりあえずね、一本釣ってから楽になりたいからね、私の好きなエビシャット&ジグヘッドで攻めてくわ。岸際にね、多分いるはずなのよ、コバスちゃんたちは。私がね、初めてね、琵琶湖のバス釣ったのがここ、新彦猫なのよ。車の免許取り立ての時ね、当時お付き合いしてたパートナーさんとね、釣りがてらドライブに来たのよ。ドライブがてら釣りって言った方がいいのかしら。その時ね、当時流行ってたスプリットショットリグでね、簡単に釣れたわ。来た！やった！来たわよ。ファーストフィッシュよ。小さいけどまあ、嬉しいわ。ありがとう、遊んでくれて。そう、こんな感じにね、楽しく釣れてくれるのが、バスフィッシングよ。琵琶湖に感謝。竹生島に向かうね、観光船が出てくわ。私ね、貧乏症だからね、避けたね、エビシャットとかもね、ちゃんと保管して家に帰ってライターとかで炙って再生してまた使ってるのよ。エビシャットばっかりで釣っても楽しくないから、イモリッパーに変えてみたわ。ボトムに落としてね、リフト&フォールして当たり待つんだけど、あとね、時々シェイクするのよ。来たわ、イモリッパーでも釣れたわよ。琵琶湖ってね、世界でも有数に古い歴史を持つ湖なのよ。約400年前にね、現在の三重県伊賀市、浅くて狭い湖があってね、その後断層運動によって形状を変えて移動し、現在の滋賀県にあるのよ。少なくともね、40万年間はね、この場所に留まってるわ。一般的な湖はね、土砂の堆積の影響を受けて1万年程度で。ちょっと待って、当たったわ。来たわ。来たわ。やったわ。ヘビキャロでも釣れたわ。ただ、軽いわね。ついてるの、魚。いや、ついてるわ。ちっちゃいわね。え、ほんとついてるの？サイズ変わんないけど楽しいわ。釣れるってやっぱいいわね。さっきの琵琶湖の歴史の話再開するわね。一般的な湖はね、土砂の堆積の影響を受けて1万年程度で消失してしまうらしいのよ。琵琶湖はね、10万年以上歴史を持つ湖。稀らしいわ。世界でもね、10万年以上の歴史を持ち、固有種が暮らす湖、古代湖って言うんだけど、約ね、20個ほどしかなくてね、日本では
琵琶湖だけらしいわ。すごいわね、琵琶湖。あんた、やるじゃな。私がね、今話したことはね、琵琶湖博物館で学んだことよ。興味あったら琵琶湖博物館に行ってちょうだい。釣れるバスは金太郎飴状態ね。同じサイズばっかだわ。ただね、入れがかりなのよ。もうほんとワンキャストワンバイトって感じよ。エビシャット、イモリッパー、そしてヘビキャロでも釣ったからね。今度ライトリグに変えてね、ブルフラット3インチで釣ってみるわ。ブルフラットってちょっと平べったいからね、体積が広いのよ。当たりはあるんだけどね。はい、釣れたわ。ブルフラットで釣ったの初めてかもしれないわ。嬉しい、ありがとう。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。聞いたわ。久々の当たりだったわ。ただね、またついてるのって感じの軽さね。サイズは変わんないわ。遠くにかけるとね、巻いてくるのが大変よ。はい、同じサイズね。さすが日曜日、アングラーさんがたくさんいるのよ。私ね、今日ね、周り誰もいなかったらね、ビートボックスのリズムに乗せてシェイクしようと思ってたけど、はずいわ。恥ずかしくてできないわ。だって私の周りにね、釣りガールがね2人ぐらいいるのよ。恥ずかしくて何にもできないわ。来たわ。来たけど遠いわ。巻くのが大変よ。ついてるけどね、巻くのが大変なのよ。安心してちょうだい、サイズは変わらないから。いや、ちょっとちっちゃくなったかもしれないわね。数釣りはこの辺にして、午後からはサイズアップ狙うわ。